はい、24時間育児パパの久保でございます。今回天野さんね、最高ですね。天野さんの億万長者合宿リメンバーへのこのね、返信動画すごくいいと思います。その前のその花井龍馬さんのもすごいです。はっきり言ってね、天野さん動画の質がむちゃくちゃ上がりました。この1ヶ月で天と地ほど変わりましたね。ご自身でも感じてらっしゃると思いますけども、私ね、やっぱりこう繰り返し繰り返し、ご質問いただいたりとかメッセージを動画添えていただいたじゃないですか。私は全て答えたじゃないですか。そして天野さんはそれに食らいついて答えてくださいました。そして今回ね、億万長者合宿の動画に対して私の指示でも何でもなくて、ご自身のね考え方をスッとね答えていただいた。これはね、私としてはもう本当に大金星、大感動です。天野さんはここからね、お金を稼いでいける動画を作れるようになったと私は思いますね。あとは企画だけです。どんな企画をしていくのか、どこにセールスをするのかって、この2つよくよくね、頭の中に入れながらやってみてほしいと思います。ただ自分の感想を述べるだけではなくて、意識してお金を視聴者さんからもらうという意識でやるんですよ。これ言い方えげつないですけども、それ以外に稼ぐ方法はないんですからね。 YouTube で稼ぐ方法って広告料をもらうか、それとも見てる人からお金いただくか、この2つに1つなんですよ。じゃないですか。広告料をもらおうと思ったらむちゃくちゃ茨の道ですよ。それはですね、ほとんどの方が動画を見てる方からお金をもらうスキルがないから、広告料という自然にね、セールスもしないのに自然にお金が振り込まれる、天から降ってくるお金を期待してるからなんですよ。だからそこはレッドオーシャンになるんですよ。だからそこをね、ちょっと思いに留めながら、ここからお話しすることを聞いていただきたいと思います。まずはですね、億万長者合宿のリメンバーのそのテーマね、お金ってことに対して天野さんなりの考えをいただきました。本当にね、いろんな考えがあっていいと思いますんで、私は自分はこう考えているけども、他の人はどう考えててもそれはそれで尊重しますよと。私の考え方を押し付けるつもりもないし、こう考えなさいと言ってるわけではありません。ただ結果的にですね、私の考えによってお金は集まりやすくなってるっていう、その現実はあるということだけはね、これは私は自信を持ってお伝えできることだと思います。その中でですね、お金は汚いっていうテーマがまず一つ目ありましたね。でこれは2種類に分けてみましょう。自分の日々もらってるお金、使ってるお金、これ汚いですかね。なんかどうですかね。綺麗だとは思ってないけども、少なくともやむを得ずにっていう感じはあって、そこまで卑下するような意識はないと思うんですよ。でもう一つ、自分が関わってないお金の流れ、税金とか裏金とか、それから宝くじで億万長者になった人とか、遺産相続どうこうとかね、でこういうのに限ってはどうもね、汚いというイメージを持ちやすいんですよ。自分の手に入らないお金に関しては、なんかお金持ちって嫌なことしてんじゃないのとか、ズルしてんじゃないの、脱税してんじゃないのみたいな感じで思ってないですかってことなんですよ。こういうふうに自分が関わってるお金、そして自分が関わってないお金、どっかの大富豪のこととかね、遺産相続で楽に人生を謳歌しているもうね、御曹司みたいな、そういうことを考えた時にちょっと違うんじゃないかなと思わないですかね。自分が使ってるお金と、そういう人たちが使ってるお金、どっちがより汚いですかって聞かれた時に、自分のお金の方が汚いですってなかなか思えないと思うんですよね。これはちょっと抽象的な話ですけども、もう一つはね、お金に関する揉め事ってお話しされてました。遺産相続とかね、お金を貸した借りないとかで人間関係壊れるよみたいなこと、確かにね、そういうことを言う人多いと思いますけども、これはね、私なりにも回答があるんですよ。それはですね、お金が関わるぐらいで壊れるような人間関係を作ってるその人に問題があるんですよ。お金のみんなせいにするんですよ。お金とか女性とかね、それからお酒のせいにして罪をかぶらないような選択を人はしますけども、はっきり言ってお金を扱えないその人のせいで、お酒に飲まれるその人のせい、女性で揉めるその人のせい、力量がないんですよ。お金も女性も人間関係ももう何もかも扱えない人が、いやお金が絡むとなんか難しいよねとか言うんですけども、そうやって思考停止して自己肯定してお金を否定するっていうかね、お金のせいにしている限りはお金に好かれるわけがないかなというふうに思うんですよね。まあですんでね、お金で揉めるってことは、自分がそれだけのね、お金ごときで揉めるような人間だということなんですよね。だからまあ、お金を貸したらあげだと思いっていうのはまさにそうなんですよ。いつか返してくんないかなみたいなこと考えてるからギスギスするんですよね。お金なんか貸してくんないって言われたら、いいよっていくらみたいな感じ聞いてあげるんですよ。で300万貸してほしいんだけどしたら、300万はないけど400円貸してあげるよみたいな感じで気持ちよく貸してあげればいいんですよ。でそういうふうな関係を作っていけばいいんですよね。だこういう発想がないんですよ。お金が汚いとか貸し借りがどうとか言ってる人は、私はお金貸してくれって言ったらもう 100% 貸すんですよ。まああげるつもりでね、っていうかあげるんですよ。300万貸せないけど30円だったらいいよみたいな感じでね、まあある時に払ってくれりゃいいからみたいな感じで、
で、30円って言ったら、30円でダメなんだったらもう出せないよって話すればいいわけですよ。30円貸すのにありがとうございましたっていう人、そういう人と付き合っていけばいいんじゃないですかね。で、残りの金額は他の人が当たってみたいなことでいいんですよ。私は確かに貸したよと、あげるつもりで貸したよと、残りがちょっと他の人に頼んだよみたいな感じでね、交わしていければいいんじゃないかなと思います、で、お金をね、なんかお祝いの時にお金を渡すとか、なんかの時に現金を入って渡すのがなんかいやらしいっていう考え方も確かにあると思いますけども、それはね、私なりにこれ答えがあって、いやらしい人がお金を渡すからいやらしいんですよ。で、現金で払っても清い関係を築けるような、そういう聖人君子になってれば、別にお金を渡したところでね、全然汚くもなんともないと私は思うんですよね。だから断るごとになぜかね、お金のせいにするんですよ。みんなしてお金のせいにするから、お金が悪者になってるんですよ。だからまずはお金を悪者から解放するために、お金さんありがとうと、お金は私の味方です、贅沢私の味方ですっていう風な考えでお金を扱っていくと、まあお金に対してはね、ニュートラルになれるんではないかなと思います。お金はね、良くも悪くもないんですよ。それを扱う人が良いものにするか悪いものにするか決まっていて、お金を悪者にする人が多いっていう現実があるだけなんではないかなと思うんですよね。はい、それからですね、やっぱりこう、まあ一言言うと、金金言うなみたいな言葉がありますよね。で、家庭の中でお金の話をすると、子供が心配するんではないかなってところ、私も確かに感じないでもないんですよ。それはですね、でもお金のことを話題に出して子供が心配するのは、お金のことをきちんと話してないからなんですよ。お金っていうのは何なのかってことね、後で話しますけど、お金の正体ってことをちゃんと話してないとか、社会とか学校ではお金の勉強ってしないですよね、させてもらえないですよね。だったら家庭でしないといけないんですよ。これ必須科目です。家庭でしつけとか挨拶とお金のことを絶対しないといけないんですよね。しないうちに中学とか高校とか出しちゃダメですよね。何の意味もないと思います。お金のことが分からずに、お金を扱えずに進学させるとか言って、その進学は形としますけども、役に立たないような進学になっちゃうんですよ。よくね、大卒を持ってても役に立たない、資格の意味ないよって言いますけど、それはお金のことを全く分かんない人が資格を持っていても、言ってみれば剣術の修行ができないのに剣を渡したみたいなもんなんですよ。だからやっぱり文武両道っていうのは、武力を使うものには学問も必要ですよってことなんですよ。だからこれ多くの方が勘違いしてるのは、文武両道っていうのは、いや学問もできて武道もできていいな、羨ましいなって意味に捉えてますけど、そうじゃないんですよ。武道っていうのは学問があるからこそ、その力を行使するもしくは使わないっていう判断ができるんだよってことなんですよ。乱暴者になっちゃいますからね、あの文武両道の学びがなかったら、単なる武力を持つだけだったらもう乱暴者なんですよ。盗賊になっちゃうんですよ。でも同じ剣を持ってても盗賊にならないのはなぜか、それは学問があるからなんですよ。同じようにですね、お金を持っててもお金に対してものすごく汚くなってしまう人間と、お金にすごくね清らかな人間とか生まれるのは何かっていうと、お金の教育をきちんと受けているかどうかってことだと思います。そのためには親がね、必死こいてお金ってものは何なのかってことを追求して、その上で子供にお金ってものを教えて、そして子供にですね、お小遣いを渡すときにはそのお金の意味をちゃんと伝えていく。お金を渡すんじゃないんですよ、お金の意味を伝えていくんですよ。そしてですね、全ての活動にはお金が関わってくるってこともちゃんと伝えないといけないですよね。紙切れ1枚もお金、人に挨拶をするのもお金、はっきり言って全部お金、進学もお金、病院もお金、全部お金でございます。だからお金を支配していかないといけない、お金を扱っていかないといけないんですよ。お金の勉強していかないといけないんですよ。お金を勉強するところはどこですか？学校でしますか？しないですよね。会社でしますか？しないですよね。やるのは家庭です。家庭でしかも幼少期にやらないといけないです。じゃあどういうふうにやればいいのかってことなんですけども、我が家はいくらで成り立っているのかってことは最低教えないといけないんですよね。そしていくらで暮らしてこれから行くのか、いくらで暮らしていこうと思ってるのかってことをね、ちゃんと伝えると。で、子供たちに聞くのは、どんな暮らしがしたいか、どういうことを実現したいのか、何になりたいのか、その次に言うのは、そのためにいくら必要なのかってことですよ、ね。で、これをね、やっぱり伝えていかないと、お金のこと分かんないままになっちゃいます。で、お金の話をね、するとかしないとかっていう話題になって、私はね、ふと思い出したことがあります。私の周りはお金の話ね、結構すると思うんですよ。例えば、車買ったらいくらって必ず聞かれるんですよ。いや、お金が汚いとかお金の話するなって言ったら、これ出ないと思うんですよ。で、私はいくらですよって答えるじゃないですか。だからそういうやり取りがね、風通しよくできるような人間関係作ってれば、自慢げに話さない限りは、そういうふうな、ね、もう自分でね、これいくらいくらしたんですよみたいなことやったら、それはさすがにいやらしいです。人間性はちょっと落ちるかもしれませんけども、聞かれるっていうかな、この人にはお金の話を聞いても大丈夫かな、この人には車の値段聞いても家の値段聞いてもいいよねっていう風な関係ができていれば、信頼関係ができていれば聞いてもらえるんですよ。聞いてもらえるから仕方なく答えるみたいなね、仕方なくって言ったらあれですけども、仕方ないふりをしながら答える、自慢げにじゃなくてね。そうしたらお金の話が気持ちよくできると思うんですよ。
聞かれてもないのに話すからちょっとね気持ちが悪いことになってしまうのかなと思います。そして最後に天野さん言われてました、お金にこだわっていかなくちゃいけないということですね。その言葉本当聞きたかったんですよ。お金にこだわっていきましょう、どんどんね、お金にこだわらないとまだまだ自分はダメなんだっていうふうに言われてましたよね。そのまだねそのフェーズじゃない、お金にこだわらなくても大丈夫みたいなフェーズじゃないと。だったらお金にこだわっていかないといけないですよ天野さん。どういうことかっていうと、これからはっきり言いますよ。何かをしたらお金をもらってください。どんなことをしてもお金をもらってください。そのぐらいの根性がないとビジネスは成り立ちません。例えば誰々さんのところに会いに行く、会いに行くためのコストをその相手の人からもらえるぐらいじゃないとビジネスにならないですね。私はすでに誰かのところに会いに行くときにもう自費で行くんですよ。くださいって言わないんですよ。でこれがお金にこだわらないってことなんですよね。でも多くの人は動けばお金がかかる、動いてる間時間がかかる、その時間をお金を消費することに誰かの欲求を満たすために使わされているのにその人に請求できないんですよ。すいません私も経費かかるんでタダで動くわけいかないんですよと、今回は10万円いただきますねと、旅費と人件費とそれからもろもろ食費とか考えたら10万円ぐらいはいただかないと私あなたのところに行けませんよっていうような話ができれば、ちゃんとお金にこだわってお金を大切にして、何かをした時にお金をいただくようなね、そういうふうなマインドセット、ビジネスマインドセットができているってことだと思います。そして感謝をしたら、感謝があるならお金を払うってこと、この逆ですけどね、もう払わなくていいよっていうことで本当に払わないんだったら、それは感謝のでもビジネスでも何でもなくって、お金のことをきちんと捉えている、お金にこだわっていることではないと思うんですよね、でお金をけちらないってこと、もうね値引きを考えていくとか安くなったからラッキーって思うんじゃなくて、なんでね正当な価格がついてる時に私は買えなかったんだろうか、そして売り手側が妥協してもう自分のね懐具合を安く見て、じゃあ値下げするからどうですかっていうような話が来てしまったのは、ある意味お金にこだわってる人から見るとお金にこだわってる意識ではちょっとないのかなと思うんですよ。お金にこだわってるんだったらやっぱり何かをしたらお金をもらうと、感謝や感動を感じたらお金を払う、このお金にこだわり続けていくべきだと思うんですよね。何かをしたらお金が関わるってことを先ほども言いましたよね。どんなものにもお金が関わってるんですよ。世の中の全てのものには今すでにねお金が関わってるんですよ。それをね、例えばお隣さんの何か 手伝いをした時に、草取りをした時に、すいません草取りしたんで3000円もらえませんかっていうふうに言ったら近所関係悪くなると思うでしょ。でもきちんとしてたら、いや3000円ぐらい払わせてくださいって向こうから来ますよね。いやいやいいですよって言っても、じゃあ5000円みたいなことになるわけですよ。でそういうふうにまずはお金が流通する前の関係ができているかどうかってところが基礎にあって、その上でお金の話はきちんとできると思うんですけども、人間関係できてなかったらお金の話ができないんですよ。だからお金にこだわっていかなくちゃいけない人がお金にこだわってないんですよね。でお金にこだわらなくていい人がまだ今でもねなんか詐欺商材売ってるから、私はそういうのはなんか嫌だなと思うんですよ。だってお金持ちのはずなのにまたセールスしてる人いるじゃないですか。お金にこだわり続けてるんですよ、お金にこだわらなくていいのに。でそういうところに私はものすごくね憤りを感じてるのに、共感してくださる方は多分いっぱいいると思うんですよ、この動画を見てる方でも。なぜかね立場を変えてみて、お金にこだわらないといけない立場の人ってお金をねなんか手に入れようと思って頑張って必死でやってるところがなかなかないと、だからお金をくださいっていう瞬間があまりにもねお金にこだわってる人の方がないんですよね。だからこの辺はねなんかね奇妙だなと思いますよね。まあ勝手なこといろいろ言いましたけども、最後にねお金の正体っていう話をしてこの動画を締めることにしましょうか。お金の正体は何なのかなっていう分かんなくちゃいけないですよ、こういうのは。もう今すでにお金の正体っていうのは子供たちに小学生とか中学生の時にこれだって教えてあげるぐらい分かってないといけないんですよ。でお金の正体が分かんない人がお金使ってるとそれはもうやられちゃいますよね。で、言いますね、お金っていうのは支配の道具です、ね、私はですね今このお金っていう支配の道具を武器として使うことがあります。例えばですね、まあ、私車を持ってますけども、この車の修理って高いお金を出して、しかもね金払いがいい前払いだと最優先でやってくれるんですよ。でも見積もりを取ったりとかね、値引きをしたりとかいろんなところを掛け持ちして相見積もりをするとむちゃくちゃ時間かかるじゃないですか。じゃあお金が支配の道具でないっていうふうにねこれ言えないですよね。お金で私は人を動かすことに使えるんですよ。これがだからお金の支配の道具っていうことのもう本当にね本質なんですよね。で逆にですね、お金って何だろうって考えてみますよね。で今度はお金に支配されてるっていうふうな立場でものを見てみます。私たちは例えばね今毎日お勤めになってる方、給料ちょっと出せないですよって言われても頑張って働きますかね。
多分いかないんじゃないですかね。それはまさにお金に支配されてるから、お金がもらえるならお金が払ってくれそうだからっていう信用信頼に関して働きに行くわけですよね、うん、まあ投資案件は使っててもここはお金に対してちゃんと払ってくれるかなっていうふうな裏付けが取れるからそこに行くわけですよね、投資するわけなんですよ。でも本来って投資ってこのお金を使ってあなたのプロジェクトを実現してくださいっていうふうな応援のはずなんですよ。でもなぜかね、自分の利益が出そうだからお金払いますみたいな、結局お金のことしか見えてなくてプロジェクト全体が見えてなかったりとかするわけですよね。まあちょっと難しい話になりましたけども、話まとめますね。すみません、お金っていうのは結局支配の道具なんですよ。でお金で人を支配するのは5000年前から変わってなくって、エジプトも奴隷制度っていうのがありましたけども、奴隷っていうのは給料を払われてたんですよ。で人権もあって身分もちゃんと上下があって結婚も許されて遺産の相続もあったということなんですよね。で奴隷ってスレイブって言葉使われてますけども、はっきり言って私たちが考えている本当にね、奴隷貿易の頃、三角貿易の頃の1500年から600年頃のね、あの時の奴隷のっていう感覚とは全く違うんですよ。同じスレイブっていうのを使ってますけども、全然あの時の奴隷とは違って、エジプト、旧エジプトの奴隷っていうのは単なる一般市民のことを指してたんですよね。さあ翻ってですね、私たちの暮らしどうでしょうか。お金によって働かせてもらって一定の権利と休暇が与えられている、この状態っていうのはまさにね、エジプトの私たちが奴隷と呼んでた階級制度の人たちと似てるんではないかなと思うんですよ。でもちろん当時のエジプトの奴隷たち、民たちはね、自分が奴隷階級で悲惨な暮らしを送ってるっていうふうにはそこまで思ってなかったんですよ。確かに私たち自分たちは豊かにはなれないけども、奥さんがいて夜には仕事が終わって一定の権利があって、で自分が頑張り次第でリーダーになったりね、結構区長になったりとか立場を上げていける、そして王様と一緒に食事ができるかもしれないみたいなところをね、夢見て暮らしていたそうなんですよ。まあこれはいろんな説がありますけどね、もしかしたらね、100年ぐらい経ったら昔の日本の歴史の教科書を開いて、あれ平成の時代って奴隷制度が日本にあったのっていうふうにね、言われるかもしれませんよね。ブラック労働って言葉が実はその頃スレイブと、オールドスレイブみたいなね、言葉で使われるかもしれないですよね。いや恐ろしいですね。まあそういった形でね、お金っていうのはすべからく支配の道具でございます。この一言につきます。お金は人を支配するために誰か頭のいい人が作り出したんですよね。で作り出した人はお金を稼ぐために何かをするってことはないんですよ。お金が欲しいという人の人の心理につけ込んで、そういう人、お金が欲しいという人がいればいるほどお金を作った人、お金を支配している人が豊かになるような仕組みを作ったというね、それがロスチャイルドなんではないかなと私は思ってますけどね。はい、今回は以上です。天野さんのね、動画のレベルすごく良くなりましたんで、私もねついついこういう返信動画を撮ってしまいました。これからも頑張ってください。天野さんのね、本当動画の私もねすっかりファンになりましたね。ありがとうございます。